見ると期待せざるを得ないと。ちょっとわからないですよね。さあお待たせいたしました、マッチ2の1試合目、エースゲーミング VS ヌルゲーミング、ブルーサイドエースゲーミングから始まりましたが、まずはバロンバン、バロンバン、ライラバンだったらブラックフェザーでっていう感じですね。でボックスを取りたいような動きになってますね。ブラックフェザーバンされたらどうするんでしょうって感じですが、ここはライラバンからブラックフェザー、まあ、そうですね、逆だったら逆でしたね。ブラックフェザーバンだったらライラ取ったと思いますね、うん、なるほど。でこの後バロンがいないのでボックスを狙ってくると思いますね。まあ非常に取りやすいですね。さあの対してヌルゲーミングは、まあ、ボックスの対抗策はロナという判断だが、早いうちにしっかりバン。そうですね、どっちかというとブラックフェザーに対してロナで対応して、まあ、相手がこのバロンをバンしたことで狙っているボックスもバン、これは非常によく考えられて、お互いのね、読み合いが今のところは噛み合ってるバウンドピックになってますよね。まあピックも早いですし、やっぱりそのヒーローに対する研究しっかりできてるなっていう印象があります。そうですね、まあ、これが来たらこれを取りたいんだろうなっていうので、まあ、これをバンするってことはこれを取りたいんだろうなっていうのはすごい読めてますよね。さあそしてエースゲーミングはキャプテンを攻める判断、アーダンバンとなりました。まあ、やっぱりライラが消えてる中でアーダン取られるのはちょっとまずいっていう判断だと思いますが、まあ、ヌルゲーミングには独自のピックであるこのフィンが待っているので、それしっかりとピック 2.8 から使っておりましたが、 2.9 パッチにおいてはかなり強力なヒーローになりました、このウィフィンというヒーロー。まあ、このフィンをどうやって崩すかも大事ですが、さあペタルですね、ペタルランス。さあメレーに対しての回答の一つがやっぱりボックスだと思うんですけど、そのボックスが封じられたらペタルっていうのは、まあ、昨日ワッツアップブロも試してましたよね、まあ、残念ながら勝利にはつながりませんでしたが、エースゲーミングも同じ形でペタルを試してみようというような形でしょうかね。うん、注目は色になりますかね、キャリーペタルになるかジャングルになるかと。ウェポンペタルの可能性もゼロではないですね。やっぱり昨日そのロックスアルマダが使ってた時っていうのはボックスの代用品のような形で使っていたので、そう考えると今日もこのペタルっていうのはウェポンで使うかもしれないですが、タカ最後のピックはタカ、ヌルゲーミング最大の武器でありますソングハナのタカを投入という形。今までペタルが見えててタカを取るっていうのは相当、まあ、自信がないとできないピックでしたが、フロストバーンと、まあ、タネのムニオンとの、ね、相性の悪さっていうところの変更により、ちょっとペタルがタカのカウンターとは一概に言えないかなと思いますので、さすがにタカを見たらこれクリスタルペタルにせざるを得ないですかね。いやクリスタルペタルの方がいいと思いますね、まあ、どちらにせよムニオンに殴らせてそのタカの核をカンパしないことにはまずいので、まあ、クリスタルの方がやりやすいとは思いますが、ロナに対してはやっぱりクリスタルペタルよりかはウェポンペタルの方がやりやすいんじゃないかなとは思うので、どちらに対処しやすくするかですよね。ロナに対処しやすくするのであればペタルはやっぱり色を変えた方がいいと思うし、タカに対処するならばそれはそれでやっぱり色を変えた方がいいと思うしっていうところなので、まあ、エースゲーミングはこれをどうスワップしてくるかっていうのはかなりね、まあ、試合開けてみてからのお楽しみって感じですけど、我々も楽しみですね。まあ、どちらの方面から相手を崩していくかというところが問われてしまうエースゲーミングのこのペタルピックという存在になります。そしてヌルゲーミング、自分たちの、ね、得意でありますロナとタカという形でね、まあ、かなり自分たちのプレースタイルに合ったヒーローを獲得できたかなという印象がありますので、自身の得意ヒーローでどれだけ戦況を荒らすことができるのかというところ、非常に楽しみな一戦となっております。まあ、それぞれね、ヌルゲーミングはいいピック、自分たちにとってのいいピックっていうのができたと思いますから、まあ、山野辺さんのおっしゃる通りね、どういうプレーを見せてくれるかっていうところに対して、まあ、このペタルの行方、ブラックウェザーの行方、そしてどういったプレーを見せてくれるか、どこを取っても、まあ、見逃せない試合になると思いますね。まあ、このペタルの行方、まあ、ブルーサイドで、ね、ペタルを取ってきたわけですから、何かしらの、ね、対策を考えてのピックだと思いますが、このペタルをどうやって使うかというところが試される大事な一戦となっております。さあお待たせいたしました、マッチ2の1試合目、エースゲーミング VS ヌルゲーミング、試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドがエースゲーミングとなっております。アンケートの結果はこちらですね。さあ 69% だいぶヌルゲーミングの票が集まるようになってきましたね。そうですね、そして結果的にクリエーションのペタルはウェポンペタルを選択という形。さあボックスの代用という形で選んできましたね。まあ、あと僕もちょっとやったことないのでわからないですけど、このムニオンたちが果たしてタカのステルスをカンパできるのかというところが注目ですよね。もしできるのであれば、ウェポンダでも、まあ、ムニオン使ってカンパできますし、しかもロナに対してもボックスの代用のような形が取れるので、まあ動きは変わらないですけど、いかんせんそのムニオンが弱すぎるので、クイブルだけでもね倒されるんじゃないかなと思いますよね。まあそうですね、そこは、まあ、特に序盤はクイブルだけで余裕で倒せると思うんで、
まあそれを考えるとやっぱりタカに対して、まあ、ムニオの処理、まあ、タカからしてもムニオの処理簡単ですよね。何発か殴るだけで、まあ、しかも旗も積んでくると思いますし、ストームクラウンも積むので、うん、ムニオの処理相当楽ですよね。アンファ流の材料にされなければいいですけどね。さあここのファーストエルダートレントはエースゲーミングのタサが獲得という形。トシサとは比較的早めに上に上がっておりました。さあエルダートレントはしっかり獲得した。このキャリーペタルがしっかりと育てば、やはりトルネードトリガー2個積みのねアタックスピード重視のビルドパスにするんでしょうかね。サロートルトリトルトリ、最後タイランツとか、もしくは3本目のタイランツに行く選手もいるみたいなんですけど、まあ、そういったビルドっていうところになってくるかなと思いますね。なるほど。さあここは一時停止になりましたね。ちょっとポーズがかかりましたが、まあ、原因が究明次第、再開と、そして、事情を、ね、説明させていただくという形になりますので、はい、もう少々我々とお付き合いください。はい、まあ、フィンというヒーローですからアトラスかけづらいんですけど、タカはねかなりアトラスかけやすいヒーローとして挙げられますから、まあ、しかもロナも、まあ、ブリンク2種類持ってますから、まあ、比較的、まあ、アトラスかけやすいですよね。うん、まあ、ボックス以上に、まあ、ペタルというヒーローアトラスが天敵だと思いますので、まあ、終盤も非常にねペタルの存在感出すの難しそうですね。まあ、しっかりやっぱりアトラスは対応していかないといけないのは間違いないと思いますし、ヌルゲーミング側も、まあ、そこはねアトラスでペタルは止めるっていうのを考えてると思うので、まあ、あとはブラックエザーを育てないことですね。ブラックエザー育ってしまうとクリスタルだろうとウェポンだろうととんでもないダメージを持って、まあ、このタカやロナの、まあ、相手になってくると思うので、しっかりとこのブラックエザーを育てない、極力ね、まあ、育てない、まあ、エルダートレントくらいはもうしょうがないと割り切ってもいいと思うので、まあ、エルダートレントだけとかで、終わらせておいて、しっかりと普通の育ちにさせておけば、まあ、レベル6ロナの血のしぶき、そしてタカの X 列非常に強力ですよね。この2つを覚えた中盤戦でヌルゲーミングは反撃というのが狙えると思いますね。なるほど。さあここで速報が入りまして、こちらのポーズはエースゲーミング側の申請となっております。はい、ボイスチャットにエラーが発生したため、一度、停止をさせていただいた形です。準備ができ次第、再開となっております。今回ブラックフェザー、まあ、アフターショックビルドが、ね、定番だと思うんですけど、まあ、アフターショックにするのか、まあ、未だ 2.8 や 2.7 と同じようなシャターグラスから行くかってところも注目ですよね。ですね。まあ、日本のチームでシャターグラスばかりを積む、ね、ブラックフェザーいましたけど、非常に強力でしたからね。まあ、火力は高かったですね。ですね。終盤などを意識するのはそういったビルドパスも悪くないと思いますが、まあ、どこをエースゲーミング見るかですね。さあ2匹目のエルダートレントですが、さあタカはフレアで警戒できている。そしてソングハナも無理はしない形ですね。さあ2匹目もしっかりとここはタサが獲得です。さあマリオ JPN ブーツでしっかり回避しました。1つはなんとか免れた。現在2分が経過しておりますが、まあ、エルダートレントを獲得したのみという形になりますが、やはり4分台以降このタカとブラックフェザーが大きな存在感を出す時間帯、これねどう影響があるのかが、まあ、試合を分けるポイントの一つになりますけど、特にタカは影響力出しやすくなりますよね。 X 列覚えてるのと覚えてないの全く話が違うので、今回ペタルウェポンですから、そのタカのカウンターというヒーローもいません。なのでキャプテンの視界だったりとかで、対応していかないと大暴れする未来というものが見れると思いますね。このタカ対策をどれだけ、スカーシールドができるかというところ注目です。さあ3匹目のエルダートレントですが、さあお互いグループアップはできているが、フレアでしっかりバレているので無理しないですね。あとからアンスがいると、まあ、外射されてしまうのでちょっと取れないですよね、あそこ。まあ、無理にね回転なんかをしてしまうとその後何もできなくなってしまいますからね。まあ、取れなかった時最悪なので、ファーストブラッドを与えるとなると、まあ先ほど私が言ったその相手を育てる行為になってしまうので、だったらエルダートレントだけで抑えておいた方がいいっていう判断ですよね。なるほど。まあ、無理なリスクは負わないという堅実なこのタカのスタイルだからこそ、まあ、非常にねうまいタカのプレイヤーというところが挙げられますよね。まあ、まだそのタカがやっぱり活躍する時間じゃないってことでしょうね。この後レベル6からっていうのはやっぱりタカが強い時間帯を迎えるので、そこまでは我慢って感じですが、さあタサ選手はアフターショックではなくてシャターグラスに行くビルドになりそうですね。いやオンポイント系ですね。これはフォークをね重視したようなビルドパスです。まあ、非常にねまだまだ火力の高いこのブラックフェザーの、ビルドですからね。まあ、近寄られる前に倒すってことを意識しているようなビルドですよね。
さあミニオンキャンディーまで使っている。ここでファーストタレットもしくはヒーローに対してかなりの圧力をかけておきたい。さあ一つも当てているが、ムニオン相当柔らかかったですね。今ポライトカンパニーとロナの通常だけで倒されてましたね。まあやはりウェポンペタルの代償といったところでしょうかね。さあタカが、間もなく6レベルになるかというところ。タサは、まず6レベルになりました。ソングハナのタカが、まあ、XS を覚えたときにどういった動きをしてくれるか。これジャングルファームシャーレベル6になると思うので、お互いファームした後どういった動きをこのジャングラーがするかというのが、まあ、試合に大きく影響しますね。さあ両キャリーは6レベルになりました。両ジャングラーですね。まあブラックフェザーの存在感が出るのはやはり8レベルというところになりますから、まあ、まだまだね、タサは物足りないと思いますが。さあブラックエザー見つけはしましたが、さあこれスカーシード分かっているのか。うん、ちょっと警戒しているみたいですね。読めてましたかね今。いや嗅覚が発動しますかね。なんとなく危ない雰囲気を感じましたかね今。しっかりと警戒できていたので、まあ、その通常で殴られてしまうとね、カムハ流で執拗に張り付かれてしまいますからね。さあジャングルブラックフェザーがトシサトに対して圧をかけていく。血のしぶきも丁寧に回避。クリエーションが後ろからダメージ。さあウェポンペタルですからね、ボックスのような立ち回りができればロナのカウンターとしてもね、なり得る存在になりますから。まあなかなかボックスと同じことというのはできないですけれども、まあカイティング引き打ちっていうのは同じような形でこのトランポリンを使ってできれば、あまあ代用にはなるかなって感じですかね。ですね、まあ、近い動きができますよっていう形ですよね。さあ現在6分が経過しておりますが、まだお互いのチームに目立った動きはありませんが、さあいつ目立った動きが起きるでしょうか。さあお互いゆっくりとした足並みになりましたね。まあ、しっかり育ってから集団戦っていうのが大事なこの 2.9 パッチの試合ですから、まあ、無理をして仕掛けるってことはあんまりしなさそうですよね。なるほど。となるとブラックフェザー8レベルにね、悠々となってしまいますから、まあ8レベルからの上の圧力というものをどうやってヌルゲーミングが対処できるかですね。さあ6分半が経過しておりますが、いまだ状況としては何もない形。2手目はトルネードトリガーになるでしょうか。さあまずはブレージングサーボから、うん、ラッキーストライク、これはトルネードトリガーでしょう。そうですね、トルネードトリガーに行ってクリティカルのビルドにすると、これをファームすれば、タッサーも8レベルになります。これでオンポイントのダメージは強烈になると思いますね。それに対してトシサトのロナは早めに防具を積む選択にしましたね。そうですね、ヘビ仮面6つの罪のみ武器を積んでから防具を積んで固くして勝つと、非常にね、シャターグラスビルドに対しては強力なアイテムですが、それでもいいダメージ入りますね。やはりさあ、タクをカンパしています、オンポイントで。さあなかなかね、ソングハナもこういった状況だと気軽には動けないですが、オンポイント使った後 XS で飛び込んでいくか。トランポリンが合わさっている、フォーストアコードで引っ張ったかという場面でしたが、それでもダメージを合わせられず、まだ攻めるか。さあ確認からの XS だが回転は使わない。さあクイブルもしっかり入っている。ここから血のしぶきといったところですが、しっかり引き切られてしまう。さあとなるとクリエーションが上から攻撃をしてくる。いやー、お互い押し引きが秀逸ですね。しっかり引く、前に出るというタイミングはね、うまいですから、お互いね、落とされずに済んでいるような形でしょう。さあこのギリギリのね、集団戦の攻防ですが、まあそこをね、どちらの判断が勝るかというところでキルが生まれると思います。現在8分が経過しておりますが、2手目にクルーシブルを選んできたのはスカーシールド。まあフォースアコードがありますからね。まあこれでもう無理ですね。フォースアコードはなかなか決まらないっていう感じになると思います。一発目しっかり決めましたけれども、まあそれによってね、合わせることはできませんでした。さあソングハナ面白い動きをしていますが、バレてしまいました。エースゲーミングブーツまで入って止めに来ましたね、タサ選手は。まあ最初にスカーシールドがまあそのソングハナに対してどれだけ対策できるかというところをお話ししましたが、現状を見るとある程度ね、その動きが分かっているような形になってますね。なかなかタカはいい動きはできてないですよね。かなり動きをね、制約されている印象があります。ここもしっかりチェックしており、ソングハナにフリーでダメージは出させません。上からオンポイント。さあこれトランポリンまで使って攻めていきましたが、さあトランポリンない状態になってしまったが、ここは隠れ回避するが、しっかりと
外視野を決めてファーストブラッド、これでフォースターコードで捕まえたかったんですが血のしぶきが届きません。このまま上からクリエーションが殴り続ける。さあ捕まえられません、このウェポンペダル。さあこのままファーストターゲットを降りに行くような動きになるか。さあマリオ JPN をしっかりとスローかけているが、ここで再生の泉、しっかり再生の泉を吐いて生き残っています。まあ鷹のカンパがうまかったですね。しっかりフレアを焚いて外視野をしてっていうところで、うまくクリエーションを守ることができましたね。相手のそのいやらしいヒット&アウェイを阻止することができました。さあここスカーシールドがリコールした判断で金鉱山をやったと思いますが、クリエーションタスはしっかり見ていました。これによって阻止することに成功、ファーストブラッドを獲得したエースゲーミングが、リードしているような形となっております。さあそしてブラックエザーは2手目に竜の目を積みましたね。おー、2手目に竜の目ですか。これによってクリスタル力はかなり高いものとなっております。どれだけオンポイントを当てれるかが重要ですね。そうですね、まあ竜の目との相性はいいですよね。もともとブロークミスのスタックとの相性はすごく良かったので、まあ、この竜の目の選択っていうのはすごくいいと思いますですね。もともとパッシブがね、スタック系のヒーローですから、そういったものと相性はいいですよね。さあここで飛び込んでかなりのダメージ、クイブルもギリギリ回避している。ここで XS で飛び込んでいく、タサに対して大きなダメージが入っているが、さあ一つはしっかりクルーシブルしたが外射が決まっている。さあここでお互い再生の泉を吐いていますが、どうだ飛び込むか、トシタとしっかり前に出ている。クリエーションにダメージを出したいが、さあここは2人のフォーカスが一致してなんとかクリエーションを落とすことに成功している。さあタレットダイブ成功といったところです。さああとは外射でフィニッシュ。さあここのソングハナを逃がしませんでした。ここでトシタと前に出る判断だが、ブーツでタサもしっかり引いています。喧嘩上等がない今なので、なかなかこのタサに手が届きません。トシタとポライトカンパニーを使いますが、いやーうまいですね。さあここで喧嘩上等が湧いたが、さあまずは血のしぶき、ここで落とし切りました。結果的に 2-1 交換だが、スカーシュードはまだ前に出る。これはマリオ JPN、 足の遅いマリオ JPN を倒せないですね。全然足りないですね。クリスタセントリーまで引かれてしまうともうどうしようもないですからね。いやいい動きになったのはヌルゲーミング側でしたね。まあ、タカはかなり持っていかれはしましたけれども、しっかりとクリエーション落として人数有利を作れたので、その後ブラックエザーとも戦えたというところで、まあ、かなりやりづらそうな印象ありましたが、その中でもまあ、最低限のダメージを出してましたね。しっかりとダメージは出ていたと思いますね、このタカ、そしてロナもですね。さあやはりこのクリエーションのペタル、トルネードトリガー2つ積みですね。さあここからまずいですね、このペタルにアトラスをしっかりかけないと暴れ出すので、こうしてタトがリコールできればアトラスの健康を積むのかなという場面ですけれども、おっとここで一時停止が入りました。さあ状況が分かり次第、改めて告知させていただきたいと思いますので、しばらく我々とお付き合いください、はい。まあ、ロナはアトラスの健康を積むとしても、まあ、これがねしっかり回避されてしまうと、まだまだペタルが上からダメージを出せるという状況になりますから、まあ、トランポリンもありますし、反射ブロックも持っていればしっかりと、まあ、かわしやすい2つまではなんとか、まあ、プレーがうまければかわせるって形になってるので、まあ、タカもできれば早めに欲しいですけれども、かなり火力を優先はしているので、ちょっと早めにアトラスを作りに行きたいかなって時間帯になり始めましたよね。まあ、今回フィンもね、多分アトラスの健康にするのかなというところですが、ペタルに対してねかなりアトラスの健康をかけるの難しいヒーローですが、しっかり当てられればこのウェポンペタルをね完封することはできると思います。そうですね、その間にペタルを落としてブラックレザーに一気に行くということができると思うので、まあ、それをヌルゲーミングとしては狙っていくって形になる。対してエースは今みたいな感じでブラックエザーとペタルが後ろからダメージを出しながら、まあ飛び込んできた相手に対処をするっていうことになってくると思いますね。いよいよ、まあ、この時間になってくると、まあ、アトラスの、ね、回避だったりそういったものが、ね、大事になってきますというところで、ここで速報が入りまして、こちらはヌルゲーミング側の申請となっております。選手の一人がですね、回線が切れてしまったという形になっておりますので、現在復旧作業をしているところとなっております。はい、準備ができ次第、ポーズを解除して再開となりますので、もう少々お付き合いください。はい、いやこのペタルというヒーロー、まあ、フィンに対してもね十分そのダメージを与えられる存在になったと思いますからね。前から溶かすってことを狙ってもいいんですけど、
まあやっぱり狙いはあくまで飛び込んでくる相手を対処するってことになると思うので、相手が飛び込んでくるまではフィンを殴り、そして相手がしびれを切らして X 列だったりとか喧嘩上等とかで飛び込んできたらそれを対処してっていうことが狙いになると思いますね。うん、このタカの名手に対してね、しっかりとタカの動きに対して対応ができるのであれば、まあね、非常に強い構成だと思いますね。いいですね、まずこうやってフィンから溶かす動きっていうのはいいですね。さあ試合の方はすでに再開しております。ソングハナに対してもしっかりとプレッシャーをかけているので、なかなか理想の動きが取れない状況が続いております。さあこのまま押し切ってファーストタルトを追ってもおかしくない状況だが、さあフレアでバレてしまっているソングハナだぞ。さあとなるとこれ金鉱山争いの覇権も大きく変わるでしょう。エースゲーミングが触ってもおかしくない状況ですけれども、触りませんね。リスク高いですよね。ここ触ってしまうとそのまま一気に金鉱山を、まあ、おとりにヌルゲーミングが仕掛けてきてもおかしくないのでですね。体力差あるんですけども、これを一瞬で返せるのがヌルゲーミングの構成ですので、やっぱり油断はできないといったところでしょうかね。ちょっと触るの怖いかなってところですよね。さあ現在13分ですが、さあまたしてもこれはファーストタルトに手をかけるかというところですが、さあ XS 飛び込んでいくが、さあ回転は下に使っていく。さあ一つで動きを完全にソングハナ止めているが、さあトシサトはウェーブクリアで精一杯といったところ。さあ強引にファーストタルト降りに行くか。さあ降りましたね。ファーストタルト折ったのはエースゲーミング。いやペタルがやっぱり手が届かないと厳しいですね。アトラスの健康は欲しい。さあ、トシサトに帰る時間、買い物する余裕があればいいんですが、ちょっとまだここのウェーブが残っていますから、処理してリコールといったところになるでしょうか。金鉱山も本当は止めたいですが、ちょっと無理そうですね。今行ってもちょっとどうしようもないですね。さあ、大量のゴールドボーナスを獲得したのはエースゲーミングということになりました。これでようやくトシサト買い物ができます。ここで、さあ、何を買うか。ブレーキングポイントとアトラスはギリギリ買えますが、買いませんでしたね。買わなかったですね。となるとメタルジャケットに行きますかね。これほう、アトラスなしで挑みますか。これはですかね、まあ、フィンはメタルジャケットに行きましたね。やっぱりかけるのが、アトラスかけるの難しいので、だったらメタルジャケットの方がまだマシと。なるほど、ここはソングハナに任せる形になるでしょうか。まあ、注目のトシサトの、アイテムの買い物というものも、見たいですね。ファーストタレットをしっかり強引に折ったエースゲーミングが、そのままセカンドタレットまで圧力をかけるか。ここはしっかり押している。さあリコールのタイミングだぞ。ソングハナリコールしたのはバレた。そして、イージスを優先したようです。さあやはりタサのダメージもばっかりなかったようですが、クリエーションやはりアタックスピードが高すぎる。セカンドタレット一瞬だ。さあここカウンターを狙うかといった場面ですが、カウンターもちょっと簡単には決められない。ヌルゲーミング、なかなか攻める手段というものが、薄い状態になっていますね。タカ対策は完璧といったこのスカーシールド、からくり積んでいませんけれどもね、十分タカの動きは見張っているので動きづらそうです。やはりアトラスの健康必要になってくると思いますが、まだ積みませんね。いつ積むのかというところが、ヌルゲーミングのポイントになります。クラーケンも現在解放しておりますので、もうなかなかねゆったりとした立ち回りはできないような時間帯となってきました。いやーすごいアタックスピードの速さですよね、このペタル。ペタルの、4つ目のアイテムはまずラッキーストライク。これはタイランツモノクに行くか、もう一度ねトルネードトリガーに行くか。積むかと。トルネードトリガー積んでも悪くないですが、まあ、あまりにもアトラスの健康に依存してしまうアイテムになりますね。もう棒立ちしてた方が火力出るんじゃないかってくらいのスピードに、アタックスピードになりますよね。さあタカがようやくここでアトラス完成しましたね。まあそのアトラスの健康の下げるアタックスピードの量って決まってますから、まあ、ベースが高ければアトラスかけられても大丈夫ってことになるんですかね。どうですかね。それも以前に比べると確かにその、まあ、そのアタックスピードの減退率はかなり落ちましたけれども、まあ それでもそのボックスが何もできないぐらいにはね、大きなアイテムになってますよね。当たり前ですけど、通常攻撃でダメージを出すキャラクターでこれだけアタックスピード積めば落ちる率は少ないって言っても、それはやっぱり効果大きいですよね。十分ね、大きな存在になると思います。さあやはりこのクリエーション攻略というところが、ヌルゲーミングの最大のポイントになるんですが、まだその答えが出ていない印象だ。さあ非常にクラケも早い。さあこれ当然気づきましたが、
エースゲーミングどうするんだ、やめないのか、やめないようだ。これはスクラーケンの取り合いになるが、取ったのはブラックフェザーオンポイント。ここでさあ、トシタとようやく張り付けたかと思いましたが、フォーサーごとしっかりブロック。今度はソングハナにアトラスをかけたぞ。アトラスをかけて、これでようやく動きが止まったかという場面ですが、しかしこれ以上クリエーションを追うことができない。ペタルがフリー、アトラスの時間は稼いでいる。さあここで XS で飛び込むが、最後トランポリンでなんと2人落としている。残ったらマリオ JPN。 さあタッサーで落としきれるのか。これはしかし、いや落としきれそうですね、まあ、じっくりと時間をかけて落とせば問題ないというところですね。あとはクラーケンがしっかりやってくれるという状態。さあ3-1のエースを獲得したのはエースゲーミングということになりました。いや仲間を何度も救いましたね、このスカーシールドのランス。まずここのスティールはできずにしっかりとブラックアイズ取りましたが、ペイントハート、いやオンポイントでしたね。してトシサとしっかりとクリエーションカイティングですね。フォーサーゴードしっかりブロック入って、アトラスの健康 X 列だったんですが、おっとさあここで集団戦になってますね。集団戦のような形、まあクラーケン戦を迎えているような状態ですね。さあ両キャリーが復活している形、クラーケンはまあ残り4分の1というところ。さあここは無理をせずに下がる判断です。ペタルがいませんからね。さあ3本目をまあ折っただけでもペタルがいなかったのであればまあ十分でしょうって感じですね。いやここペタル生き残ってたらもう間違いなくエンドイットを見えていた状態でしたね。まあなんとかなったなと、追いかけに行ってますね。ヌルゲーミングとしては狙いたいところですけれども、ちょっとフィンが足が遅いですからね、ちょっとなかなか狙えなかったような形です。さあもう一回さっきのちょっと続きを見たいですかね。さあここですね、ですけどここはまあ先ほども見ましたが、ここはブラックフェザーが取ったと、はい、さあここでフォースアゴのブロックしてアトラスの健康かけた。これでようやくまあ同じ舞台に立てたかなというところなんですけど、まあ、でお互い泉を吐いてペタルを助ける、タカを助ける動きをして、でもここクリエーションずっとフリーですし、この後も X 入った瞬間ガイシャで止めてるんですよね、タカを。あなるほど、これもあって、まあペタルがまあタカを止めて、まあロナは止まってなかったですけども、しっかりとロナにダメージを与えてロナ倒してタカ倒してっていう、まああの相打ちまで持っていけたので、やっぱりあの辺はまだランス非常にうまい、スカーシールドならではというかさすがの動きだなと思いましたね。素晴らしいピールでこのクリエーションが生きながらえたという形でした。さあ現在19分30秒の時間帯、お金差は 4K ですが、タレットが残り2本とヌルゲーミングがかなり追い込まれてしまっている状況。そして残り30秒ほどでクラーケンも枠となると、さあエースとしてはまあクラーケンまで待ってもいいですね。これはですね、クラーケンを取ればもう完全にエンドイットが見えてきますからね。バックスピードの速さと、そして最後タイランツモノクル積みましたから、またクリティカルダメージ上がってますからね。これで確定クリティカルプラス、まあ、クリティカルダメージが大きいというところかなあという現状です。確定までいきますかね、これでギリギリいきますか、ね、いや行かないですかね。タイランツ、タイランツ、トルトリでぴったり100でしたっけね、ですね、なのでちょっと足んないくらいですかね、これ確定ではないものの、このアタックスピードであれば見てると、まあ、相当数クリティカルが発生すると、本当に見てるとクリエーションのダメージを見てるとほぼクリティカルに見えますよね。ですね、この、まあ、光ってるのがクリティカルというところなんですけど、いや、まあ、ほぼクリティカルというか、光りまくりですね、100% ですかね、これどうやらかなり光っている。さあ光っているが、さあこれはスカーシードが荒らしている間に一瞬でセカンドクラーケンを取りました。早すぎましたね。さあそしてダメージも大きい。フリーだ、アトラスの結構なんとかかけましたが、さあこれでようやくトシサと戦えるか。サブースで引き切っているが、しかしトシサとこれ以上後ろがない。あとはもう光の球、ピンクの球を打ち続けるだけのクリエーション。クイブルもしっかり回避している。ここでトランポリン、おいトランポリンだが、トランポリン使ったのを見て飛び込みますが、それでも火力が足りない。トシサとなんとか粘っているが、うまく引き切られている。さあそしてフェイントハートで緊急回避という形となります。さあここリコールしてなんとかクラーケンを処理したいところだが、リコール阻害はできるか。できず、いやできない。となるとフリークラーケンになるか。これどうだ、マリオ JPN を落としてクラーケンに向かうのかどうか。さあブーツを使って一気に飛び込んでいく。マリオ JPN は落とせるでしょう。いやもうちょっとどうしようもないですが、クリブルも緊急回避して、ここはいや粘っているがしっかり落としました。いやフリークラーケンになりますかこれ、まあ、1本折れるだけになりそうですね。ちょっとペタルもブラックエザーもダメージ高いの、HP 少ないので、これはクラーケンに行くのは無理そうですね。さあとなると、まあ、タレット1本は折れましたが、エンドイットはなんとか回避したという形となります。エースにならなかったのが、まあ、幸い。そしてトシタトがねリコールできたというのが大きなポイントになったというような形です。さあ現在22分ですが、クラーケンがここまで早く取れるとなると本当に、まあ、下も気を配らないといけないし、
まあ、ちょっとバックドア圏内にも近づいてきているのかなというところで、ヌルゲーミングかなりね足並みが難しい状態となっております。ちょっとペタルがあまりにダメージが出ているのでまずいですよね。もう1枚欲しいですよね、願うならやっぱりアトラス欲しいかなとは思ってしまいますね。その1枚のアトラスかけられているんですけど、その間に、まあ、タカとロナがしっかり張り付かないと倒せないと思うので、まあ、現状アトラスかけてる間にもう瀕死になってタカが逃げるしかなくて、その間にまあロナもタカも手が出せなくてって形になってるのでですね、そのアトラスかかってる時間っていうのがちょっとまあ一つのアトラスでは有効に使えていないような形になってますね。かなり多差のダメージもバカになりませんからね。さあポライスカンパニーから通常は届かなかったが、あとアトラスも届いてないぞ。アトラスは回避しているがクリエーションにしっかりダメージは入っているが、どうだこのまま落としきれるか。しかし最後はペタル通常で落としきった。さあ自然発火、あまり回復しませんが、さあトシタとの喧嘩状況に合わせてトランポリン、さあ後ろからピンクの球を投げつけてかなりのダメージを与えていく。そしてタサ VS トシタとの形だが、再生の泉はこれは入っていないが、いやスカーシールドはもう入ってますね。あとさあ吐き終わった後だった。うん、ここは喧嘩上等でしっかり落としきった。これはワンチャンス、トリプルキルも狙える形が、もう一回避ければワンチャンありますよ。いやブーツを使ってタサを探っていたような形ですが、さあ喧嘩上等も湧いている。いつ飛び込むか、フェイントハートが怖いですね。フェイントハートが怖いのでいけないですね。やめましたね。ここはヌルゲーミング下がる選択になりました。ギリギリの攻防が続きます。ちょっと慌てて泉をスカーシールド入ったが届いてなかったって感じですかね。ちょっとなんか不可解な動きになりましたね。まあ、泉は全然入ってなかったと思うので回復量的には、でもうだいぶ前に使ってしまっていたので、まあ、結果的にはなんとかヌルゲーミングはペタルを対応しましたね。まあ、アトラスはかけるのはちょっと届いてなかったですけど、なんとかダメージを落としきることに成功はしたので、この交換に持ち込むことができたという感じだと思いますが、まあ、エンドイットにならないようにかなりね粘っているヌルゲーミングですが、まあね、集団戦勝たないとね自分たちの逆転のチャンスというのはありません。まあでも粘っていればチャンスはいずれ巡ってくる可能性はあるので、まだわかんないですよね。十分そうですね、まだまだ可能性はあるなというものを見せてもらっています。タカがね、火力が上がればクリエーションを落とす鍵のなるかもしれません。次の集団戦で勝てばねヌルゲーミング大逆転も見えてきますからね。タレット2本プラスクラーケンとか。さあゴザゴザがスカーシールドのみだ。だが面白い位置にいるタカ。さあ XS ブラックフェザーに打っていきましたが、このまましっかり張り付いている。かかったぞ。血のしぶきもアトラスもしっかり決まっているが、さあどうだ。しかしクリエーションに引き切られてしまった。ここはクリエーションの強いポジショニング。これ以上ヌルゲーミング前に出れない。さあ上から迂回してまずはトレントを勝って、もう一度集団戦を起こしたい形だが、オンポイントで捉えてしまう。一つもらってしまうが、これ以上は何もできない。さあまたしても仕切り直し、お互い届いてはいるけど落としきれないし、逆にエースも完璧に引ききれてるわけではないので勝てないしというような集団戦になってますね。ですね、まあ、引いた後にそのカウンターが狙えるような状況ではないですね、エースゲーミングも。さあ慌てて戻ってきましたよ、ヌルゲーミング。これはもう集団戦ではなくクラーケンで終わらせるような判断だが、しかしこの判断はどうだ。吉と出るのか凶と出るのか。 X 列は苦しみでブロックしているが、さあ外車を決めてかなりのダメージをもらったソング・ハナダがここで引き切って、 X 列をもう一度トライする場面はあるか。さあただアトラスはまだちょっと上がってないので、これ上がってから仕掛けたいか。さあどうだ。ここはウォードレットで下がりました、エースゲーミング全力で下がって仕切り直してって感じですかね。これはそうですね、これ以上の集団戦にはならないか。さあソングハナクリエーションを狙っているような形だが、さあ先に顔出してしまった。通常一発はもらったが、さあどうだ。一つは当たっていない。狙いはスターシールドから。致命傷かなりのダメージもあったが、ここで再生の泉を吐いた。だがダメージトレード有利なのはヌルゲーミング側です。さあこのヒットアンダーウェイを繰り返せれば、泉もまだあるがキャプテンから溶かされてますね。お互いフロントラインを削り合いという形のフェーズに移行してきましたが、まだ再生の泉を残しているのはヌルゲーミング。再生差がある現在ですが、しかし集団戦継続戦とは不可能と判断。さあここはまたしても仕切り直しの一戦、かなり熱い試合展開になってますね。いやどちらが勝つか本当にわからないですが、タカにもこれブロック水が欲しいですね。入った瞬間火力一気に上がるので、まあ、かなり惜しいところまでねクリエーションを削っている印象がありますからね。このブロック水完成でだいぶ火力上がるんじゃないでしょうか。シールド貫通力めちゃめちゃ上がりますからね。イージスを積まれている現在だと、まあ、非常にね大きなアイテムになると思います。
27分が経過。もうお金さんは関係ない時間帯。フルビルドが多く続いている中、まだ育つ可能性を残しているのはタサとこのソングハナ。この2人が、まあ、最後のキーになると思いますが、さあちょっと倍ができないとタカはインフュージョンも切れてしまったので、ちょっとまだヌルゲーミングとしては戦いたくないですね今の時間帯は。うん、ブロックミス変える金はありますが、クリスタルインフュージョンも欲しいとなるとちょっと戦闘は起こせないか。これでブロックミスを買うか。買いました、まあ、安くなってありがとうって感じですね。ブロックミスインフュージョンまで飲めましたね。さあこれでようやく戦える、術を手に入れた。 XS 回転通常だが、いやダメージの上がり方が全然違いますね。いやかなりダメージ、1人だけであれだけ与えると。さあここで角印から XS の手段を狙っているが、んー怖いか。迫がない現在何もできない。さあ外車でフォローもしている。喧嘩場とはしっかりトランポリンで回避している。さあここで一つ動きが止まったとしたと、再生の泉を吐いたのはエースゲーミング。お互い入っている。さあここでソングアナが動きが止まってしまった。外車完璧なフォローでクリエーション何も完全にフリーでここは戦うことに成功。さあスカーシールドしっかりクリエーションを守りきりました。これによって最後はエンドイット3-0のエースを決めて、そのままエースゲーミングの勝利という形になるでしょう。いや素晴らしいランスのプレーですよね。ガイシア的確にスタンしてますからね先ほどから。いやーまあ数々のプレイヤーが警戒していたこのヌルゲーミングソングハナのタカに対して、カウンターと呼ばれるヒーローではなく自身のねキャプテンの、まあ、視界のねクリア力だけで、ある程度抑え込んだというところがね非常に大きな勝因となったでしょう。